ここ逃走中できそうじゃない？すごい楽しそうだよね。そしたらできたら。でも物がさほぼないから、真ん中になさそうだったから多分捕まるよね、すぐ。プライベートパーク、あ、公園の奥の芝生にラクダがいる。ラクダ、え、それ人だよ多分。よくないってけど、そういういじりは。驚いたな、ゾウやキリンもいるじゃないか。キリンです。昔はラクダを移動手段として使っていました。酷暑でも長距離を歩き続けられますから。え、今は何でいるの？今では観光客を乗せての名所巡りがほとんどですね。ゾウやキリンがいるのもそのためです。なるほどね、ゾウとかも乗れるんだね。キリンはどうやって乗るの？頭の上に乗れんの？キリン無料で入れる公園なのに、まるで動物園やテーマパークみたい。そうだよな、俺も同じこと思ったわ。熱さの国の公園って他もみんなこんな感じなの？これ無料ってすごくない？え、乗せてもらうのは有料とか、乗せてもらうのだけはお金取るとかあんのかな？いえ、このアジーム公園が特別なだけで他は普通ですよ。普通？ん？今アジーム公園と言っていたか？あ、そうか、まだ言ってないのか。もしかしてここって？はい、この辺りは全部アジーム家の私有地になります。やば、すごくない？もう夢だわ。すごくない？もう何できる？こんな敷地あったら、この敷地あったらあれできるじゃん、スマブラできるじゃん。つまりこの公園はカリムの家の持ち物ってことか？そんなポケモンみたいに言われてもね、困るけど。これがプライベートパーク、信じられない広さ。すごいよね、プライベートパークだよ。すごくない？みんな一回は考えたことあるでしょ。うわー、すっげー広い敷地欲しいって。プライベートパークってプライベートパークなんだよ。公園を歩けばカリムの家に着くのも当たり前だな。結構なパワーワードだけど、これすごいよね。だってプライベートパークだよ、パークだよ、で私有地がパークだよ。っていうかもうここもほぼカリム君の家じゃない？そうだよね、お金取れるはずなのに。随分と明るく開放的な庭だな、うん、ここはアジーム邸から近いので休息時間によく来ましたよ。なるほどね、休憩だったね。仕事の合間の息抜きだね。何をしてたの？そんなの決まってるでしょ、ハリーポッターごっこだよ。ボルデモートとハリーが最後の決戦で杖と杖がつながって呪文が衝突するところ、わかる？あのシーンを再現するんだよ。いや、それしかないってやること。特に日陰でぼんやりと休んでいました。約束のネバーランドみたい。よくダンスの練習をしていたじゃないか。そうなの？ダンスできるの？すごいね、もうダンスダンスレボリューション達人じゃん、キャリム。待て、ん？ちょっとした空き時間にここで踊っていたりはしていたが、なぜそれをカリムが知っている？あ、ジャモーがやってたのね、キャリムじゃなくて。キャリムすごいね、そんなとこも見てるの？警備カメラに映っていたぜ。うわー、見られてる。カメラを止めるな。あのカメラは公園内を警備する担当者しか見られないはずだろ。ジャミルが休憩時間の時に一緒に遊びたくなることもよくあってさ。そうなの、遊びたいよな、一緒にね。そういう時はまず最初にこの公園を探しに行ってったんだよ。おう。でもここは広いし見つけるのが大変だろ。だから管理人さんに聞きに行くんだ。管理人さんだってできないでしょ、みんな。管理人って言っちゃうでしょ、さんつけてるからね。
みんな多分上司とかに、おい上司野球しようぜみたいな感じだと思うんだけど、キャリムはキャリムはね、さん付けするんだよ。見習ってみんなも。そうすると警備カメラを使って探してくれるんだ。すぐ見つけられてるぜ。あー賢いね。講師混同をするな。いやいやだってね、いいよね。ジャミルは音楽をイヤホンで聴きながら一人でノリノリで踊ってただろ。おーキャリムいろんなとこ見てるね。それをモニターで見てると俺も踊りたくなってくるんだよな。そうだよね、ミュージカル映画と一緒でララランドだよね。ねララランドだよね。だからすぐジャミルのところに駆けつけて一緒に踊ったりしてたんだ。うわララランドだ、すげえ。通りですぐに見つかるわけだ。まさか管理人とグルになっていたとは。ジャミルは休憩時間も気が抜けないな。従者ってなかなかハードだね。まあね、山あり谷ありでどの職業もそうじゃない。でも警備体制はしっかりしているようだ。感心だな。マリウス君、そこ感心するとこじゃないよ。どこに仕掛けてん？お風呂場とかに仕掛けてないよね、さすがに。もう犯罪者じゃん。ここでは小さな頃からたくさん遊んだんだよな。そうなの？思い返せば楽しい思い出ばっかりだ。いいね、過去のさことを楽しい思い出って言える人は最高だよ。もうみんなだってさ、なんかあの時はあれだったよねとかネガティブな、やっぱ思考ばかり浮かんじゃうでしょ。なんか過去の話ってなるとなんか今と比べちゃったりさ、今と比べて過去は良かったなとか、なんかそういうネガティブな思考になるけど、キャリムはね、この過去の話も良かったけど今もいいよっていう、その感じわかる？天才だね。俺には大変だった記憶しかないが、カンケリとか日が暮れるまでやってよな。毎回俺の勝ちだったけどさ。すげえ、カンケリもマスターしてんの？マスターカンケリだね。園内が広すぎて飛んでいった缶を探すのに時間がかかり、ヘトヘトだったからなそんなの絶対接待プレイでしょ。接待プレイって何？やめて、そんなのないよ。なるほど、その可能性はあるかもな。接待プレイなんてない。何接待プレイって、接触すんの？密です、密です、ユリコです。苦労症だよね。お前も人のことは言いないだろ。何のこと？トレイ先輩はなんかもう分かってるよね、ケイトのこと。完全に動物たちが散歩したがっていると言ってキリンやゾウをカリムが檻から出したこともあった。ジュラシックパークだ。あったあった、初めてのことに動物たちは大興奮していたっけ。いいね、もうほぼあれだ、そう、子供たちが出てくるようなもんだよ。かわいすぎるわ。みんな生き生きしてたよな。おーね、もう動物ってほぼ子供だから。町にまで動物が出たら大パニックになるところだまあそんな日もあるさ。逃げた動物を檻に戻すのがどれだけ大変だったか。でもさ、あれだよね、なんかさ最近あるよね、結構そういうニュース。例えばヘビが脱走したとかさ、タヌキが脱走したとかさ、あと家にいた夫が脱走したとかさ、あるよねそういうの。使用人総出で動物たちを抑え込むことになって。昔から苦労していたんだね、ジャミル君。知らぬは本人ばかりとはよく言ったものだ。そうだよな、見える苦労だけじゃないもんな、苦労って。
動物が逃げ出したくらいでパニックになるとは。町の方は警備体制が不安だな。すごい警備体制気にするね。そりゃそうか。マレス君、そこ心配するとこじゃないよ。警備体制は気になるでしょ、さすがに。いや、動物あふれてきたら気になるよ、警備体制は。でも今は檻なんてねえじゃねえか。うん。それをきっかけに動物たちの飼育環境が見直されて、檻が取り払われ、待って、今噛んで読めなかった。檻が取り払われたんだ。おお。待って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 、じゃあキャリムのおかげってこと、これ解放されてるの。ああ、今はみんなで楽しく過ごしてるんだ。よかったよな。すごいの。ジャミル君、お疲れ。あ、楽しく散歩してる間に俺の家に着いたぞ。来た、キャリムの家。楽しみだな、楽しみだな。何あるんだろう。セグウェイとかあんのかな、乗り回してんのかな。あ、そういえばなんか日向坂の斉藤京子が買ったらしいね、セグウェイ。すごいよね、セグウェイって。うわ、すげえ、何これ。すごくない？アグラバーだ、ほぼアグラバー宮殿だ。なんでさ、こんな謎の門がいっぱいあんの。門っていうか穴が、何これ、下の廊下に。すごいな、ディズニーシーじゃん。ほら、俺の家が見えてきたぞ。ジャスミンカラーなんだね。学園のみんなが来てくれるなんて嬉しいな。これでさ、なんかかくれんぼとかさしたら面白そうだよね。ウォーリーを探せとかしたら面白そうだよね。あれ、どうした、みんな黙り込んじゃって。で、ででかい煉獄さん。まさかこの目の前にある宮殿が、これが本当に個人宅なのか。すごいね。なんかこの中でさ、YouTuber とか撮ってそうだよね、動画。はい、今回はね、こんにちは、ね、今回宮殿をね撮っていきたいとね思いますね。はい、じゃあやっていきましょう、ドドンみたいな。町の住人たちからはアジーム御殿と呼ばれています。へえ。そりゃこんだけ大きけりゃね、でかいな。アンバロリオンの1億倍はでっかくてキラキラですげえんだぞ。スカラビア寮もでかいわけだ。あんな庭園を中心に左右対称に作られているの。美しい建築物だ。匠じゃん。白夜の豪邸か。眩しすぎてキラキラが漏れるフィルターがいらないレベル。なんかさ、加工してビヨーンって伸ばしてみてよ。なんかアンガールズの田中宮殿みたいにしてみてよ。撮った。スマホの画面に収まりきってないんじゃないか。いくらなんでも広すぎないか。うん。カリムの父親はこの国の政治や経済でも重要な公務を担っているのですが、ほう。そのうちのいくつかはこのお屋敷で行われます。何？セクシーダンス？国王の。ここは指定でありながら政務や謁見儀礼などを行う公的な執務空間ではあるのです。ちょっと、もうやめて、やめて、もう頭痛い。車用意してきた。なるほど、そう言われると納得できるな。普通の家と同じに考えちゃいけないってことか。いろいろ大変なんだね。職場みたいなもんか。こんな職場ないけどね。何この職場、すごいじゃん。もう絶対中で遊んでるよ、社員。経済の発展によってネッサの国全体では近代的な高層ビルの建築も盛んです。はあ。しかしこの絹の町ではアジーム邸を中心に
伝統的な様式の建物が多く残っていますし、でもいいよね、なんかその国の伝統の味が残ってるっていうかさ、伝統的なそういう建築物とか残ってるのはいいよね。だってネッサの国になんかさめちゃめちゃ高いスカイツリーとかあってもさ違和感あるじゃん。なんだよって、なんで来たんだよって周りの建物からも言われると思うじゃん。またまた新たな建物を作る際にも伝統様式が推奨されます。もう観光都市ですからね、歴史的景観を大事にしているんです。ああすごいいいよねこれは。考え的に何でも新しくすればいいってもんじゃないからね。この家スカラビアリオに似てねえか。確かに。あそこもネッサの国の建築様式で作られているからだろう。誰が作ったのスカラビアリオって。初代ドーム状の屋根やシンメトリー構造などアジーム邸と類似している点も多いんだ。え、じゃアジーム家のやっぱ寮なんだスカラビアって。父ちゃんがネッサの国の建築士に頼んだって言ってたぜ。そうだよな、父ちゃん誰、ヒロシ、野原ヒロシ。カリムが学園に編入した時寮全体を改築したんだ。もちろん支払いは全てアジーム家。え、改築したの。どんだけ金持ちなんだ。マインクラフターじゃん、すげえ。あれには驚いたよな。当時は一体あの新入生は何者なんだと噂になって大変だった。そりゃそう目立つよね、かわいいって、かわいいこの子って。ま、寮が新しくなってみんな喜んでいたが、あの寮の丸っこい屋根を見てると俺様はいつも玉ねぎが食べたくなるんだぞ。なんだそれ、なんだそれ。絶対黒柳徹子さんの頭見てもそうやって言うじゃん、同じ感想抱くじゃん。じゃあね、私の頭を食べさせてあげましょうね。ルールル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 、今回はグリムさんが私の頭を食べます。美味しそうなんだぞ。ではね、いただいてもらいましょう。ああ、ちょっといいか、いい感じですねみたいな、そういう会話が繰り広げられる可能性がある。へえ、グリムは玉ねぎを食べても平気なのかな。玉ねぎ嫌いだっけ、ちょっと忘れちゃった忘れちゃった。なんでだ。うん、猫は玉ねぎを食べられないと聞いたが。いじってるね。俺様を猫と一緒にすんな。あはは、建物を見て食べ物を思い浮かべるなんて食いしん坊のグリちゃんらしいね。グリちゃんってちょっと可愛いよね、言い方。俺はずっと株みたいだなと思っていた。ちょっとトレイ先輩はグリムと同じ脳みそなのかもしれないね。え、トレイ君も同じようなことを考えてたの。カリムの家の屋根はカボチャみたいだな。何その例え、ね、やめて食べ物攻め。トマトじゃないか、まだ成熟前の。わからん、わからん、やめてそのコント。僕にはピーマンに見えるな。全然わからないよマレちゃん、それはもう何それは理解できない。マレースくんまで、ピーマンはもう理解できない。どういうことピーマンみたいって、無理よそれは。内装も立派な作りになっているのだろう、早く見たいな。スルーするのピーマンを。そうだそうだ、早く入ろうぜ。ピーマンを逃がさないよ俺は。あ、俺たちは荷物を置きに来たんだしな、お邪魔させてもらうとしよう。行ってみたい俺もキャリムの家。あ、みんなついでに着替えてこいよ。着替え持ってきてくれたの、プロデューサーだね、秋元康だね。もう秋元康さんだ。着替え、ああ実はみんなにネッサの国の伝統衣装を用意したんだ。いいね、キャリムが全部用意してくれたんだねこれ。なんでキャリムは着替えないの。え、キャリムはなんで着替えないの。ねえ、カードないよね、着替えるのかな。キャリムも興奮してます。気分上がっちゃう。
気分上がっちゃう。気分上々だね。ああ、実はみんなにネッサの国の伝統衣装を用意したんだ。で、急に踊り出すみたいな。ありそうじゃない、そういう展開。インド映画みたいな。みたいな、なんかすごい。あのさ、インド映画ってすごいさ、腰を使うよね、踊り。え？みんなに思い出に残る一日を過ごしてもらうにはどうしたらいいかって昨日ジャミルと話し合ったんだ。そうなんだね。差し出がましいかとは思ったのですが、せっかくネッサの国に越しいただきましたから、ヤーサミン佐川花火大会を楽しむためにもいいんじゃない？ぜひネッサの国の歴史を感じていただければと思いご用意しました。こういうのってさ、なんかディズニーランドでカチューシャとか被れる人は絶対着るけど、被れない系の人はこういうの絶対着れないよね。いいですってなるよね、絶対。さっきアジームが言っていたお楽しみというのはこのことだったのか、気が利くな。もう政治家じゃん、首相だよ、次期総理大臣。こんなサプライズ嬉しすぎ。ありがとうカリム君、ジャミル君。このまま制服でいるのも暑くて大変だったしな、助かる。すげえ。ジャミルも着替えてこいよ、ついでにみんなを案内してくれ。見れるの中。俺もグリム、え、待って、俺とグリムはここで待ってるからさ。なんで、なんでキャリムは着替えないの。わかった、グリムもだ。ん、どうして俺様も待ってなくちゃいけないんだ。うん、それがな。え、動物 NG ってこと。悪いがグリムの服はない。そうだよね、サイズ感的にね、小人だもんな。なんだってな。でもグリムのも見たかったけどな、衣装。しょうがないだろ、サイズが違うグリムの分まで一日じゃとても用意できなかったんだ。伝統衣装ってやっぱ作るの大変なんだね。キャリームはなんで、なんでそんなじらすの。嘘つけ、どうせ俺様のことなんて忘れてたんだろ。俺様だってかっけえ服着たいんだぞ。まあ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 、いいんじゃないの、もう服着てるようなもんじゃん。もうそう怒るなよ、クーラーの効いた車の中でのんびりしてていいからさ。ジュースやお菓子もたくさん用意したぞ。おー、接待、カリム接待。ああそれなら許してやるんだぞ、早く食わせろ。キャリムはなんで、なんでキャリムだけ着替えないの。グリちゃんにはそっちの方が嬉しいかもね。わかんない、もう俺には理解できない。では皆さん、フィッティングルームにご案内します。フィッティングルーム、カノエコーさんがスタッフっていう雰囲気で言ってそう。フィッティングルームみたいな。あ、荷物は使用人がお持ちしますのでお預けください。お預けします。一般家庭出身の身からするとこの仰々しい扱いに慣れてなくてそわそわするな。確かにな、なんかホテルとか行ってもさ、ちょっとなんかすごいさ、あれじゃん、丁寧にホテルのスタッフさんってするじゃん。ちょっとこっちも気を使っちゃうよね、逆に。着替えてくるね。え、クソ凡人も。あ、行ってこい、俺様は食ってるから。何よ、玉ねぎよ。黒柳徹子さんもどっち。黒柳徹子さん食ってる、やべえ。私は頭を食べられてますけど、まあ大丈夫でしょう。このチュロスみてえな揚げドーナツ、冷たくてうまい。よかった、食ってなかった。俺も大好きなんだ、シロップがかかってて甘くて美味しいよな。おい、アイスティーにぴったりなんだぞ。もぐもぐ。あー、アイスティーのイメージあるな、ネッサの国って。なんかミルクティーとかのイメージあんな。町にはまだまだうまい料理がたくさんあるんだ、いっぱい食べて行ってくれよな。うん、ああ食べることなら俺様に任せるんだぞ。食べることをさ、別にね、目的じゃないからね、食べる。キモい、キモい、なんか今のキモかった。
あと一瞬煉獄さん出ちゃった。ちょっと口の悪い煉獄さんが出ちゃった。キモいキモい人に暴言を言いまくる煉獄さん。待たせたなカリム、着替え終わったよ。お、来た。はいはいはい。おお、そんなはだけてるんだね。似合うな。なんかメガネのキャラクターってさ、こういうの似合わなさそうだけどね、イメージね。トレイ先輩は似合うんだな。 あんまメガネとマッチしなさそうじゃん。ごめん、俺の偏見かもしれない。こんな豪勢な衣装を用意してくれたとはな、驚いた。なんでそんなキラキラ光ってんの。虫いるよ。あ、よく似合ってるなトレイ。似合ってるね。次はキャリムは着替えないの。でケイトとなんか女の子みたい、奥様みたい。奥様ケイト着るだけで気分上がっちゃう。素敵な衣装だね。うん、めちゃくちゃ映えるから何度も自撮りしちゃった。あ、持ってるこのケース。いや、持ってるって俺が持ってるわけじゃない、ケイトが持ってるって意味ね。これ売ってたよね確か、通販で。話題になってた気がするわ。で、マレちゃん。あ、マレちゃんいいね。角をちゃんと出すんだね。他国の伝統衣装を着ることができるとは貴重な体験だ。心躍るな。そのアーマーっていうか腕に通すやつ着てる。みんな同じ柄なのに色が違うと随分印象が変わるよね。個性が出て面白いな。本当だね。それにマレウス君が黒以外の服を着てるってなんか新鮮。確かに基本黒だわ。逃走中のハンターみたいな感じよね基本的には。どこかおかしいか。うーん、すっごく似合ってるよ。イメージにはなかったけど鮮やかな色もバシッと着こなせちゃうなんてさすが。そうだね、暑がりなのかな、マレちゃんは。めちゃめちゃなんか巻いてるよね、すごい。ふふ、世辞だとしても悪い気はしない。ダイヤモンドも華やかな色がよく似合っている。いいんじゃない。明るくてまるで火花のようだ。目を引く。マレちゃんすごい例えてくるね。なんかクリームシチューの上田さんみたい。マレウス君、真顔でそんなこと言っちゃう。そこまで褒められるとさすがに照れちゃうかも。まあまあまあ、褒め倒しっていいじゃん、悪い気しないじゃん。なんか裏があるんじゃねえかって思っちゃうけど。でもかなり嬉しい、ありがとう。すごいですね。まあ、ここから絨毯が来て空を飛ぶ冒険に出ます。あ、そこでちょっと恥ずかしそうにしてるトレイ君ももちろんかっこいいよ。ついでみたいに言うな。ははは、ありがとう。似合ってるねみんな。え、なんでキャリムは着替えない、どういうことこれ。おかしいでしょ。待って、今読むの忘れたね。変にタップしちゃった。ちょ待って、なんて言った。みんなに喜んでもらえたみたいで嬉しいぜ。あ、重要なセリフじゃなかった別に。俺も伝統衣装を着るのは久しぶりだ。着たことあるんだね。で、ジャムオと。なんか背景の色違う。イヤゴっぽくない、全体的に。イヤゴ感ないこれ。ターバンジャスミンなんだけど、国に帰ってきたっていう気分になるな。どっちかでイヤーゴ感があるわ。ああ、イヤーゴっていうかあれか、ジャファー感。やっぱりジャミルが一番似合ってるな。まあな、すごいマレちゃんが驚いてる。視力検査してんのかな今。すごくない？そんな顔になんないよ、視力検査してないと。見違えたぞ、バイパー。しかもジャミル君の服、ひときわ豪華じゃん。いいね、上がる。いくらなんだろうこういうのって。そう、そんなに見られると居心地が。あ、花火になってんのに柄が。俺のことはいいですから、クソ凡人が着替え終わるのを待ちましょう。クソ凡人？いいな、俺もみんなと一緒がよかった。あ、主催者側だから。え、でも着替えてもいいんじゃない別に。お前にはこれから花火大会の関係者へ挨拶回りをするという大役があるからな。でも別に着替えてもいいんじゃない、見たいんだけど。名門ナイトレイブンカレッジの栄誉ある寮長に選ばれたんだ。
お披露目のために洋服を着てくるよう旦那様に言われてるんだろう。あ、そうなの？自慢するためにこっちの方がいいよ。伝統衣装の方がいつも見れてるじゃん、洋服は。俺たちが、うん、俺たちが見れてる。こっちも見たいよ。そうだけどさ。着替え終わりました。クソボンジンも似合ってる。いい感じだぜ。わかんない、もうクソボンジンの見た目が全然想像つかない。俺様の子分ならかっこいいのは当然だな。まあ合格をやるんだぞ。なんだよ急に。 M1 の上沼恵美子さんみたいなこと言いやがって。審査員じゃん。へえ、ココナッツジュース。あ、そうか、今回バトルないからさ楽なのか結構。